はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回もね、またでっかい荷物来ました。はい、こんな感じでね、結構大きい。はい、このでかい荷物、はい、早速ね、中開けてみましょう。はい、ということでね、出ました、でっけえ箱。プレイステーション4で出ましたドラゴンボール Z カカロット。はい、こちらのね、フィギュア同梱版って言ってね、ゲオだけの、限定販売ということでね、珍しくないですか、 ゲオ限定。うん、いやこれはね、いや最初知らなかったんだけどね、調べてね、もう予約しました。はい、定価はね、16,990円ということでね、結構というかかなりもね、ちょっとお値段張りますけど、まあソフトがいくらなんだ、8000円とかそれだよね。うん、だから、うん、同じぐらいだよね、フィギュア。うん、そうなると結構期待しちゃうんだけどね。まあ、一応ちょっと回してみますか。はい、どんな感じかね、箱を。はい、側面はかっこいいね。ドラゴンボールのキャラクターですね。まあ、主に、サイヤ人襲来編か、うん、ラディッツ、ベジータ、ナッパ、はい、そこら辺。はい、ということでね、その横も同じだったんだけどね。はい、後ろはこんな感じ。はい、まあ、主にね、ゲームの、どんなゲームかっていう説明ですね。まあこれはね、主に、悟空になってで、物語を進めていくっていうね感じのゲームです。はい、で、こんな感じで、はい、フィギュアが入ってます。はい、では早速ね、中身開けて、フィギュアとかね確認していきましょう。はい、一応ね箱から出しました。一応ね、あの一番上に、ソフトですね。はい、ゲームソフト。はい、まあこちらはね、まあ至って普通ですね。うん、はい、で、あのね箱のね、9割が、こちらでしたね。はい、もうほぼ大きさがね元の箱と変わらないぐらい大きいんですけど、はい、これに、フィギュアが入っています。はい、ここにね書いてありますね、Not for individual resale、 中古販売禁止ってことですかねよくわかんないけど、はい、まあ変わらないですね、絵柄は。はい、では早速、開封していきます。はい、箱から開けたらね、こんな感じで白い、箱かと思ったらね、これがね外れるんですよね。いや、これ結構大きいな。思ってたよりちょっと大きいぞ、このフィギュア。いや、これはすごい。いや、これはちょっと期待できるぞ、これ。いや、早速ね、
ちょっと生で見たいと思います。はい、では組み立てちゃいますね。はい、と言いながら組み立ててないはい、一応ね、組み立てる前に、ワンパーツワンパーツね、ちょっと見ていきたいと思います。まず台座ですね。はい、台座はもう印象的にドラゴンボール Z、 はい、ロゴですね、全面的に。はい、で、はい、こんな感じで結構リアルに作り込まれてますね。うん、遠近法も使われててね、奥に、まあ多分西の都なのかわかんないけど、はい、ありますね。地平線の彼方まで見える感じの、はい、いやーすごい。はい、いや、めっちゃ細かいわ。すっげえ立体感。ちゃんとこういうね、トンネルみたいになってたりね、造形細かい。いいねちょっと遊んじゃうくらいなんか面白いですねこれねいやーいいわー、いやーすっごい。で、裏はね、一応まあ、ね、空洞になってますね。肉抜きされてる感じ。うん、まあ、そこら辺はコスト抑えてる感じだね。まあ、物自体も台座はそこまで重くもないですね。はい、はい、では次のパーツは、はい、じゃん、尻尾まあ何でもない恐竜の尻尾なんですけれども、先端がねクリアなんですよ。なんかこう根元に行くに従ってクリアになっていくってね、すごいね。これも多分遠近法を使ってるのかな、うん、漫画っぽくね、うん、で、肝心の恐竜がこちら。めっちゃできいい。ほんとね、鳥山明のこの絵の感じがよくね再現されてると思います。いやーいいね、感じ出てるわ。はい、しかもこれ恐竜の尻尾じゃねえこんなわけねえもんなこれキントーンでしたねキントーンだったわ、道理でクリアなわけだ、アホだとっくにご存知なんだろうはい、いや、とにかくこれ恐竜の出来がいい、素晴らしい。鼻の穴こんな大きいんだねいや、すっごい。はい、恐竜で、肝心の悟空とご飯キントーン、こちらビッグバンカメハメハ。はい、いや、こっちもね感じは出てますね。キントーンでね、飛ばしてるんで悟空の髪型が崩れてますけどねまあそれはね普通ですよね、表現としては。いや、これもね出来いいね。もう造形もしっかりされて、あのね、あとね、これ塗装もねはみ出てる部分とかないですね、うん、しっかり作り込まれてて、いや、これはいいわ。あ、一応分かりづらいですけど、
通信中になってますね、ちゃんと。ご飯のこの頭帽子のてっぺんの、いや通信中だ。いやいい、これすげえよくできてる。いや最初はね、写真で見た時あんまりかなと思ったんだけど、実物手に取ってみると結構これいいわ。素晴らしい出来で、キントーンもね、一応ね、なんかこう白っぽくね、なんかこうぼやけた感じに塗装とかね、されてて、うん、なんかそういうこだわりもね見られますね。いやいい、このジオラマフィギュアはいいね。でこれをこうかな、はい、こういう感じの奇跡でしたね、はい、キントーンの奇跡、はい、ではね、全部組み立てて、見ていきましょう。はい、出来上がりました。悪く思うだよ。いやー素晴らしい、このフィギュア。いやーこれはよくできたもんだこれ。いやーこれはね、感動すら覚えるぐらいの出来ですね。いやーここまでのレベルとは思わなかったな。素晴らしいです。いやいいね、このほのぼのとした平和な光景うん、いやーすごいわ。すげえ、いや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 、これは買ってよかったと言うべきだね。いや本当にこれは久々の当たりフィギュアです。これ、いやこれ確か造形って中澤さんじゃないっけね確か中澤さんだった気がするんだけどね。まあ、もう一つのね、これと似たような、ジオラマフィギュアをと並べてみたいと思います。はい、ということでね、同じ感じの、フィギュア並べてみました。はい、こっちはね、言わずもがな、プルービーから出てる、造形進化、劇的ディオラマの、親子カメハメハ。はい、それと比べてみてもね、出来の良さがやっぱすごいね。同じぐらい出来いい、本当に、うん、いやここのね、うん、ロゴの感じとかもねあれだしね。いやこれ並べて飾るとすごい飾り映えする、この2体。いやはーすごいな。いやこれはね完全に、ドラゴンボール好きなら、買いだと思います。まあといってもね、あのゲオ限定なんで売ってるかどうかはわからないですけど、まあ、今はね、メルカリとか、ビアフォークだとプレミアついちゃってますけど、はい、まあ、やっぱりねこれは買って損はないと思います。本当に、ぜひと手に取って、見てもらえたらわかると思います、はい。まあ、こっちのね、フィギュアも見てる自分が言うんで、まあ、かなりいいと思います、このフィギュアは。
いやあ、ちなみにこれはね、偽物じゃないよ、本物だよ。はい、この歯の食いしばり方を見ればわかりますが、はい、はい、ということでね、いや今回はね久しぶりに、めっちゃくちゃ、ちょっとね大満足できるフィギュアに出会いました。はい、いやー満足はい、ゲームね、あのね、ほんとね、自分ね、パソコンの容量があれなんで、ちょっと買い替えようと思ってね、まあ、買い替えた暁にはね、ちょっとゲーム実況チャンネルっていうのを開設したいと思います。はい。まあ、それはね、別個にチャンネルを設けますんでね、もし始めたら、こちらの方でも告知させていただきます。はい。ということでね、いやー今回はいかがだったでしょうか。もしね、チャンネル登録まだの方いましたら、この機会にぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。やるしかない夜明けに命をかけて